皆さん毎度毎度、はい、今日も飽きずにそうめん食べましょう。はい、そうめんね、同じか信州手振りそうめん。もううまいもまずいもないよね、もうね、もう食えれば OK。 はい、もう最近めんどくせえから、これどのくらい食うかなね。はい、量的にどのくらい食おうか、これだと少ねえなね。はい、もうちょっと入れる？はい。で、今日は結構ね、もう材料がないんだよね。在庫がないの、あんまり在庫が。もらったものがね、結構みんな消費しちゃったね。玉ねぎあんで、玉ねぎだよね。玉ねぎどのぐらい食う？玉ねぎどのぐらい食うか。これ皮むこうか？はい。どのぐらい食うか、どうやって切るよ。はい、このぐらい食べよう。あまり何食べるかなんて考えるとさ、作ってらんないからね。とにかく何かを切る。うん、カレーうどんにしよう。カレーそうめんにしようね。はい、今日はカレーそうめんに決定。カレーそうめんに決定。はい、じゃあ肉はスパムだね。はい、スパムね。はい、はい、2012年ね、10月6日、8年前だね。8年前で発酵して、発酵食品だね、もうね。これちゃんとやらないとね、これが取れちゃうんだ。プル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 キャプルプルプルなんとかがね。あ、大丈夫、成功。これは切って冷凍しましょう。で、2枚食えばいいでしょう。はい、これはもうそばは出来上がったね。はい、丸の子今日持って帰ろうね。はい、丸の子ね、丸の子ちょっと持って帰ろう。今日からぼちぼちね、工事再スタートさせようかなと思ってっからね、材料買ってきてね。煙が立たなきゃダメだよ、煙が立たなきゃ。やっぱしょっぱいもん食いたいね。やっぱカレーにしよう。うん、あ、トマト入れるか。コメント返しね、K.I. 中先生かな、食パンにアイス乗せるやつね。あれ喫茶店行くと普通にやってるよね。トーストにしてアイス乗っけたり、オグラ乗っけたりね、パンにオグラ乗っけてアイス乗っけて、まあみんなね食べるらしいよ。やっぱ甘いのが好きな人はね。ダイエットっていうか腹回りが太っちゃったんでね、でちょっとあんまり効果ないね今のとこね。廃材。余ったカレーぶっこんで、うん、ちょっと入れすぎな、ほら、まあいいや、うん、そばだれ、追いがつおはい、醤油。
はる先生ね、青のりね。あ、かねえよ。青のりなぜ乗せないのってね。青のりって歯に引っかかんない？ついたら歯ブラシで取りゃいいだけだけどね。今度在庫で買っときますよ。ねえ。まずそうだね。まずそうだね。まずそうだね。まあいいや。うん。ね、はい。そんでもって、はいはい、もうハイブリッド、もうなんだかわかんないハイブリッドだねこれ、ね、もうハイブリッドか、もうハイブリッド、あち、もうハイブリッドだハイブリッド。先生ね、カレー食べると胸焼けするってね、ラード取り除こうと思ったらね、肉だけ先に茹でて、で一晩冷蔵庫に入れとかないとね、ちょっと手間食うよね。それ誰がやるのってお袋に言うと怒られるかもしれないね。めんどくさいとか言ってね。はい、お疲れ。ちょっと味が悪いね、色が悪いね、ちょっとまずそうな色してんね、まずそうな色してんね、はい、すんすんすん、うん、もう、ああ、ちょっと色気が悪いね、ちょっといっぱい飲んでみよう、スープ飲んでみよう、ちょっと味見、パセリね、はい、青のりないからパセリになります。はい、カレーラーメンね、はい、はい、パセリ入れます。パセリちょっと色は全然青くないけど。でもって、はい、まあ、香辛料かけちゃえばなんだって食えんだよこれね、はい、はい、コリアンダーも入れる、はい、コリアンダーね、はい。はい、あんまりうまそうじゃないね今日のはね。はい、今日のカレーうどんね、あんまりうまそうじゃないね。はい、でもね、食いましょう、食べましょう。はい。録画されてる？